はい、皆さんこんにちは。本日はですね、こちら DJI Osmo Action 4ですね、レンズキャップパカッと外して、こちらのですね、ちょっとお話をしていきたいんですね。で、そのお話の内容なんですけど、たびたびですね、これ困っているというか、こういう風になっちゃったっていう方いらっしゃって、まあ何が原因だろうなっていうのを探って、まあ二つぐらいですね、ちょっと思い当たるところがありましたので、情報として皆さんにお伝えしようと思います。はい、というところでですね、本日は DJI Osmo Action 4のですね、まあその水平維持というところで、まあトラブルがあるというか、たびたびですね、こう傾いてしまうっていうのですね、言葉がですね、ありまして、そちらについて私が気づいたこととかをシェアしようと思うんですね。というのもですね、私も気になっていたんですよ。で、それの理由というのが、こうネックマウントでですね、この ZV-1 こちらにあるんですけど、をつけて、このようにですね、オールドレンズ、これですね、テレクセナーっていうですね、先日カメラ市で買ってきたんですけど、こういったオールドレンズを楽しむっていうのが私の趣味でございまして、そこでこう首にかけて写真を撮って雑談をしているような動画っていうのを何本か出させていただいていると思います。ただですね、その時にとある条件下でそのですね、角度がおかしくなってしまうってことが起きてるんですよ。というのが何なのかなっていうのをちょっとですね、まあ分析というか、こういう時にこういう風になりましたっていうのがありまして、それがですね、2通りぐらいあるんですよ。で、解決策っていうのもまあ2通りぐらいかなっていうところ、現状としては。またこれですね、発生するようだったら皆さんにお伝えしていきたいと思いますし、これで解決できるようだったらそれでいいのかなというところなんですが、まあこの辺ですね、ちょっとお話ししていこうと思います。で、レンズっていうのもですね、このようにですね、オクトレンダーさんのレンズでこうカラースコパーとかですね、あとはですね、このカラーヘリアとかですね、75mm の F2.5、75mm なの、もうこんな小さいんですよね、オールドレンズでこう 75mm っていうと。で、そんなに明るくはないんですけど、まあこういうですね、あとアポランターですね、90mm の F3.5 とか、まあこの3本線マークとかが、まあこういうふうにですね、おしゃれなレンズだったりとかするんですけど、そういったものを買ってきて試していこうというところでですね、この状況っていうのをですね、お伝えしておいた方がいいのかなというところで本日動画作ろうと思いました。ではですね、ここからちょっとの間、この画面収録と合わせてお伝えさせていただきたいと思うんですけど、これですね、だいぶ前に、こう、新宿三丁目の方に行って撮影してきた動画なんですね。で、このようにですね、最初はですね、この発生条件その1のような感じなんですけど、最初はこのように水平がまあ取れてるわけなんですよ。で、間にですね、こういう風にちょっと撮影をしないときに、私も撮影したままこう、よいしょ、ここからだな、こう横を向けたりとかですね、下にこうカメラを持ったままこうブラブラさせてですね、歩いていたんですね。ここでですね、どうやらそのジャイロセンサーなり、そのセンサー類っていうのがちょこっと異常動作をしちゃったのかなというところで、このブラブラしているところから開けた時にですね、その出てきた動画というのが、はい、もうここでお分かりいただけますよね。こういうふうにだいぶ左側に傾いちゃってるんですよ。水平がまあこのような感じ。これがですね、その発生条件その1だと思うんですよ。使っている時に変な格好でしばらくこう撮影をしてしまって、そのセンサーの動きっていうのが誤動作をしてしまうというところだと思うんですね。まあ、こういうふうにですね、ずれてしまうっていうところがあるので、撮影をしない時は止めて、また撮影をする時にしっかりとですね、使った方がいいのかなっていうのが一つ目でございました。ぜひ見ていただければと思います。はい、ではですね、目的地のすぐそばに到着いたしました。はい、そして2つ目ですね。これ2つ目はですね、結構昔からアクションカムで言われていることなんですけど、録画を開始するときです。録画を開始するときに、まあ例えばなんですけど、この画面ですね、こういうふうに上下左右っていうのが、この画面上で、まあこういうふうに切り替わるようになっている。これを切り替わらないようにするロックっていうのもあるんですけど、この方向ロックというボタンですね。で、これを、まあ、オフにしていると、こういうふうにくるくるっと回るんですが、その状態で、まあ、例えばなんですけど、収録を開始しますってなった時に、正しい水平の位置じゃない状態ですね。このような格好。で、スタートをする分には、あんまりこういう状況ってならないんですよ。に対して、こういう状況とかですね、中途半端にこう傾いている状態から録画を開始して、撮影をするとなんですけど、この水平がずれることが多いというのが経験上あります。なので、撮影をするときにはできるだけですね、こう、まっすぐ向けたまま、録画を開始。なんか、ある種当たり前なんですけど、アクションカムだと、あんまりそういうところを意識しないこともあるのかなというところで気をつけた方がいいなと思っております。これ360度の方も、なんとなくずれちゃうことが多いので、2.7K の、こうやってホライゾンステディですね。というところも気をつけていただいた方がいいかなっていう感じなので、できるだけ録画を開始するときは、この状態で
押すっていうところですね。はい、というところがこの2つになります。で、解決策っていうのも2つですね、お伝えしておこうと思うんですが、まあ1つ目なんですけど、それはですね、キャリブレーションですね。この平らなところに置いて、まあこの水平維持のキャリブレーションっていうのがありまして、はい、この設定のところですね、設定のところのこの水平キャリブレーションという項目、こちら。このですね、設定をしっかりとすることによって、まあ、できるだけその平らに撮影をしようっていうところに配慮ができるというか、完璧じゃないと思うんですけど、その水平を撮りやすくなるわけなんですね。で、私は撮り方としては、三脚等についているその水準器ですね、平らかどうかっていうところで、手を出した後にその上にポンと乗っけてですね、キャリブレーションすることが多いですね。で、これをしてからなんですけど、ここまで角にですね、ずれてしまうってことはほぼなくなっておりますね。ただその2つ目にお伝えした水平を保ったまま録画開始をしない状態で撮影してしまうと、未だにやっぱりそれは起こります。なのでそのどこが水平ですよっていうのを教えて録画をスタートするっていうのが、まあ2つ目の解決策になると思うんですね。それちょっと重複しちゃうんですけど、この2つですね、水平のキャリブレーションをしっかりしていただくっていうところと、その水平がどこですよっていうのをカメラに教えた上で収録をしていただく、この2つがですね、まあ、今私がですね、解決策なんじゃないのかなっていうところで一つ気になっているところでございました。まあ、この水平維持という機能を使わないのであれば、例えばロックステディとかですね、手ブレ補正標準ので収録をして、まあ後でですね、そのなんとなくこう角度を直したりとかっていう使い方をする、まあもしくはその広角で、水平維持ではなくその広角の臨場感というか、その撮影をしてますよっていう感覚を残したいのであれば、この水平位置というところってあまり関係ないと思うんですけど、やはりですね、こう首からぶら下げたりだとか、まあ、どこかにこう固定して撮影をするってなった時には水平維持使いたいなって方多いと思うんですね。なのでこの点気をつけていただけると、そのトラブルってことも減るんじゃないのかなっていうふうに感じました。はい、ということでですね、この後もですね、ちょっとこのオズモアクション4ですね、持っていって、こちらテレクセナーですね、これ修理をちょっと私がしていたんですね。このエクサクタマウントつってですね、こうちょっとマウントが特殊なんですけど、このマウントって結構絞りがですね、動きが複雑でして、粘ってしまうことが多いんですよ。それを分解して、まあ、ちょっと調整をしてですね、スムーズに動くようにしたっていう状況なんですけど、それがですね、スムーズに動くようになったので、ちょっと撮影試してきてみようかなという程度なんですけど、ちょっとこの後お出かけしてみようと思ってます。で、その時にですね、早速こう首からですね、ぶら下げてこちら使ってみようと思うんですけど、その点をですね、また気をつけて使ってみて、どういう結果になるかなっていうのを試してみたいと思ってますね。まあ、この辺ですね、とても暗所、もう私東京ドームでの撮影とかでよく使っておりますけど、まあ、その暗所にとても強くなったっていうところがメリットで、まあ、そのような状況でですね、綺麗に撮影できるということで、この首からぶら下げた状態で手ブレもしっかり抑えてくれて、水平もろ維持してくれて、まあ、使いやすいなっていうところで、まあ、そういう風に気になったこともあったので、今回ですね、お伝えさせていただくとともになんですけど、やはりですね、その使っていて暗所で撮影ができますよというところと、果たしてそれがそのいろんな方に満足ですよってことになると、ちょっと話が別だなっていうのを少し気がついたわけなんですね。コメントこういつもいっぱいいただいていてありがたいんですけど、そこのコメント等でやっぱりですね、皆さんこうとても綺麗に撮れてますねっていう方と、やっぱりフリッカーが気になるとか、そのアクションカムの映像だっておっしゃられる方っていて、私両方とも本当正解だと思うんですよ。で、そこでですね、その動画をどういうふうに残したいかっていうところですね。もう首からですね、そのフルサイズのカメラとかをこうぶら下げて撮影するってなると、なかなか厳しいと思うんですけど、やっぱりこのサイズでその水平を維持してくれて、そのある程度綺麗に収めてくれるよってところに、とてもですね、存在価値というかですね、私は便利だなと思えるところがあるわけなんですね。なのでその利便性をですね、最大限に生かすっていうところで、フリッカーが出てしまうとか、ちょっとノイズがあるよとかっていうところは、まあちょっと私のそのアクションカムに求めるところとしては、二の次三の次なんですね、というところがありまして、これだけ暗所で撮影できるっていうところと、この後ですね、13日かなに、GoPro Hero 12になるとかなが、私予約しておりまして、おそらく発送されてその後ぐらいに到着すると思うんですけど、というのとですね、ちょっと比べていけるなっていう風なのを感じてるんですね。もう手ブレ補正っていうところで考えると、やっぱりそのセンサーのアスペクト比とか、その得意分野っていうのがちょっと違ったりだとか、まあ、センサーの大きさの使い方とかですね、っていうところで結構差があるので、12になってどういう風に変わったかなっていうのは非常に楽しみにしております。まあ、なんかですね、やっぱりちょっと GoPro さんにがっかりしているところっていうのが、その安定性という面で多々あるので、その辺が今回のモデルで解決されてるといいなっていうところで、まあ、本日のお話って終了していこうと思うんですね。この水平維持っていうのは、その
2.7K のホライゾンステディですね、バランシングじゃなくてっていうところで360度っていうのが、まあ、GoPro だとその 4K ないし、5.3K でもできるのかな、まあそのようにですね、あの 4K ではまあ間違いなく使えるというところなんですけど、その360度の水平維持というところを含めて手ブレ補正では本当にですね GoPro さんにまだまだ分があると思うし、出てくるもう本当に一番綺麗な画質っていうところは GoPro さんの方が綺麗だと思うので、そういうところがですねどれぐらいこの利便性として上下してるっていうかですね、どういう結果になるかなっていうのが私も今のところ楽しみにしているってところでございますね。ではですね、ちょっと最後にその GoPro を購入して、まあ、それを試してみようと思うというところのお話をさせていただいて、本日の動画は終了させていただこうと思います。もうこの水平時ですね、しっかり撮れないときはこのですね2つぜひ気をつけてみてください。はい、ということでですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。失礼いたします。バイバーイ。